今回はですね、カイバーというツールをご紹介したいと思います。このカイバーっていうのは動画、画像、音楽、こちらから AI とコミュニケーションをとって指示を生み出すというようなツールになっています。今回は動画から動画をご紹介していきます。まず元の素材をカイバーにアップロードします。アップロードできたらデフォルトで設定されているテンプレートを選ぶか、もしくはプロンプトで指示を出していきます。こちら英語で指示を出す必要があるので、チャット GPT 活用するとよりスムーズに仕上げることができます。ここまでできたら生み出すジェネレートを選択。そうすることによって動画出来上がる仕組みになってるんですけど、最終の前にプレビューで見ることができるので、もしここで違ったらやり直し、これで OK だったら最終判断で書き出しましょう。書き出せたらこの動画ダウンロードしてもらって、お好みの編集ソフトに取り込みます。取り込めたら一部マスクをかけてもすごいかっこよく仕上がりますし、キーフレーム調整して不透明度など様々なアレンジが効くので、ぜひこちらお使いください。今回はこのような形で動画編集に役立つカイバーという AI ツールをご紹介してみました。ぜひお試しください。それでは。